アーモンドグリコは江崎グリコから発売されたキャラメルである。同社の登録商標。キャッチコピーは一粒で二度美味しい。アーモンドグリコのキャラメルには牛乳のエキスホエイとアーモンドが入っている。1930年、江崎リーチが産業視察団の一員としてアメリカへ渡った。アメリカの港町で初めてのアーモンドの味に感激し、アーモンドを日本に持ち帰って、 研究を始めたが、太平洋戦争で江崎グリーコは焼け跡の中から出直さなければならなかった。戦後、研究を再開、アーモンドグリコを作った。1970年代後半になると、内箱の裏側に、ドカベンカード、ドラえもんカード、里中町子のイラストカードといったカードを掲載する様になった。なおテレビ CM に登場したドラえもんの声は、当初は、 1> 第1作の後期に担当した野沢雅子だったが、1979年に第2作1期がスタートした際に大山信夫に交代した。アーモンドグリコのパッケージデザインに準拠したキャラメル、ストロベリーグリコと抹茶ミルクグリコ、カフェオレグリコが発売されている。ありがとうございます。